こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、仁者は山を楽しみ、智者は水を楽しむです。これは論語要野編にある言葉で、詳しくは智者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ、智者は動き、仁者は静かなり、智者は楽しみ、仁者は命流しであります。智者は動的で、仁者は静的ですが、真の達人は動と静と兼ね備え、それらの相続した世界を楽しむものです。それでは今から、仁者は山を楽しみ、智者は水を楽しむを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。